日露戦争外戦式当日の海軍首脳左4人目から、順に、伊集院五郎、上村彦之城、東郷平八郎、山本権兵衛、伊藤軍令部長、片岡七郎、出羽重げ斉藤実、山下玄太郎、中列左から6人目、加藤友三郎伊藤助之大将3年1月16日は、日本の海軍軍人。元水海軍大将、11位。 大組、高一級、白尺。初代連合艦隊司令長官を務めた。通称は、白左衛門、白。号は壁会。家門は、伊予木工。薩摩藩士、伊藤博則の四、男として、鹿児島城下清水馬場町に生まれる。帯藩主伊藤氏に連なる名門の出身である。改正書にて、イギリスの学問を学んだ。 当時、イギリスは、世界でも、有数の海軍力を要していたため、この時、スケキは海軍に興味を持ったと言われている。江川栄流のもとでは法術を学び、かつ海州の神戸海軍総連署では、熟頭の坂本龍馬、陸奥宗光らと共に航海術を学ぶ。撮影戦争にも従軍。蕎麦、伏見の戦い前の薩摩藩邸焼き討ち事件で、 江戸から脱出し、母親戦争では、旧幕府海軍との戦いで活躍した。明治維新後は、海軍に入り、明治四年に、海軍隊に任官。明治十年には、日清の艦長に補せられた。明治十五年には、海軍大佐に任官、竜城、不装、比例の艦長を歴任する。明治十八年、横須賀造船所長兼横須賀鎮守府次長に補せられた。 同年イギリスで建造中であった、何は開港委員長となり、その収益後は艦長に任じられ、明治19年に海軍省省に進む。後海軍省、第一局長県海軍大学高校長を経て、明治25年12月12日には、海軍中将に任官、横須賀陳府長官県海軍召喚会議議員を拝命。 明治26年に常備艦隊長官を拝命し、明治27年の日清戦争に際し、7月18日に初代連合艦隊司令長官を拝命した。日本の連合艦隊と新国の北洋水師との間に公開上で、明治27年9月17日12時50分より行われた公開回戦では、 戦前の予想を覆し、新国側の大型主力艦を撃破し、航海の正解権を確保した。この戦いは、日清戦争の展開を日本に有利にする重大な展開点であった。新国艦隊はその後も抵抗を続けたが、陸上での敗色もあり、北洋艦隊提督の帝序章は、降伏を決め、明治28年2月13日に、イカエで、 北洋艦隊は降伏。帝助将自身は、その前日、副読死を遂げた。伊藤は没収した艦船の中から商船、交際号を外し、丁長に帝助将の遺体を送らせたことは、タイムズ紙で報道され、世界をその礼節で共嘆せしめた。戦争後は死者区に助せられ軍令部長を務めた。明治31年に海軍大将に進んだ。 日露戦争では、軍令部長として、大本営に勤め、明治38年の終戦の後は元帥に、認じられた。政治権力には、一切の興味を示さず、軍人としての生涯を、全うした。明治40年には白尺に助せられた。11位、高一級禁止勲賞、大位一家大受賞を授与される。大正3年。 腎臓炎のため72歳で公共した。ありがとうございます。